松下祐希は神奈川県小田原市出身の陸上競技選手。専門は400メートルハードルで49秒10の自己ベストを持つ。2016年リオデジャネイロオリンピックの日本代表、2015年北京世界選手権のセミファイナリストである。かつては混成競技を専門としており、高校時代にインターハイのハッシュ競技、 大学時代に日本ジュニア選手権と日本インカレの十種競技でそれぞれ日本一に輝く。大学4年の2013年から混成競技と共に400メートルハードルにも取り組み、日本選手権8位入賞や日本学生個人選手権優勝を果たすと、大学を卒業した2014年からは世界の舞台で戦うために混成競技をやめて400メートルハードル専門となった。 神奈川県小田原市出身。AB 型。小田原市立高津小学校、小田原市立高津中学校、神奈川県立小田原高等学校、順天堂大学卒業。チーム水のアスレティックを経て、現在は水のトラッククラブ所属。小学生の時はソフトボールをやっていて、関東大会でベスト4になったことがあるという。陸上は中学から始め。 中学3年時に110メートルハードルと、総高飛びで全日本中学校選手権に出場した。高校に進学してしばらくは110メートルハードルを専門としていたが、神奈川県には1学年上に、佐藤博志、同学年に矢沢渡などがいたためレベルが高く、可能性を求めて2年の春に混成競技を始めた。3年時には、インターハイ、 神奈川県大会のハ種競技で高校歴代2位の記録となる5789点をマークすると奈良インターハイのハ種競技を制して全国タイトルを獲得した。2010年順天堂大学に進学。1年目には日本ジュニア選手権の十種競技を制した。2013年2014年2015年2016年2017年。ありがとうございます。